皆さん、皆さん、こんばんは。経営コンサルタントのながらです。今日は2023年8月15日火曜日でしたね。終戦記念日、終戦の日でしたね。皆さん、いかがお過ごしでしたでしょうか。まあ、暑かったですね。関西の方ではどうでしたかね。あの、鳥取の方では 台風が強くてね、大変だったと思います。東京はね、<laughs> 台風の影響はなかったですね。雨も降らなかったし、風も強くなかったですね。はい、ただ、南の風が吹いて、暑すぎるって感じでしたかね。うん、まあ朝ね、僕は朝、ゴミ出しただけなんですけどね。それでも朝、 まあ、プールサイドにいるような感じでしたね。家の前がね、プールサイドにいるような感じで、汗だくだくでね。ダメですね、もうね。はい。それでね、今日はね、ちょっとあの、久しぶりに DMM の、DMM、DMM のデモ講座出してみましたね。今、DMM のデモ講座ですね、これ。はい。あ、これ5分、あ、いっぱいですけども、 月足ですね。DMM 何がいいかというとですね。あの、<coughs> <coughs> ここから出てるんですよね。ここからね、ここは1976年。うん、1971年とか、1972年ぐらいかな。変動相場線になったのがね、360円になったのがね。 あ360円が解放されてたのがね、まあ、それまではね、ずっとい一直線でね、1ドル360円で、1ドル360円がこうなったわけですよね。こうなったわけですよね。あまあ、それだから、変動相場制に切り替わったところまではちょっと出てないんですけど、まあ、それに近いところはね、まあ、出てて、これ一ドルな、 1>, 1ドル2 9一円とかね。1ドル2 9一円とか出てます。1977年ね。あちゃちゃ千九1976年とかね。まあ、それで今はどんな感じかっていうとですね。まあ、今、ここですから。まあ、さっき、これ。これでロング打って打ったんですけど、この線ですね。ここですね、ちょうどね。 こここは IT バブルの時ですね。IT バブル。2001年ですね。このところね。で、これがサブプライムローンですね。まあ、リーマンショック直前ですよね。景気良かったですね、あれ。 あの、結局良かったですよね。リーマン直前のアメリカって、誰でも彼でもね、住宅ローン、含めるから、日本も結局良かったんですよね、これはね。でも、怒ったと。怒ったと。で、自民党政権に変わって、まあ、これが、ここはあれですよね。あの、3.11ですね。福島。 3.11があって、そこから登ってきてこうですよね。アベノミックスですね、これね。で、こ,こ、ここの、ここのところで、バイデンさんに代わってこうなったと。でちょ、ちょうどだからここ、ここのところ、これ IT バブルでしょ。その前って何これ。 1990何なんだろうね、これね。まあ、1998年ですね。1998年9月。何ですかね。 僕は三菱商事いたのが、1998年4月1日から言いましたね。うん、だから、入ってすぐ超景気良くなったんですよね、これね。まあ、景気良くなったってか、ちょっとよくわかんないですけど、ここがね、社会党連立政権ですね、これね、村田さん,田さんだっけ。 1994年か、これよく覚えてます、これね、1994年、ここな70円台ですね、ここもそうですね、70円台、一度七79円とかね、78円とかになるとあの、政権が、日本はね、あの連立政権から自民党政権になるんですよね。 でその前に、まあ、大震災が起きるわけですよ。人工地震でね、ここは神戸の,神戸の大震災で、政権が変わってまた自民党になったわけですね。結局やったと。ここもですね、民主党政権から自民党に変わって、結局やったと。まあ、ここは3.11を含めた東日本大震災、ここは神戸・淡路大震災ですね。 でそこからこう上がってきたわけですよね、これね。うんあの、あの頃はあんまりこう FX やってないですね。サラリーマンやってたから、ね、よくわかんなかったんですけどね。まあ1ドル150、百五十円を超えたわけですよね。まあ、ここ超えてないのか、ギリ超えてないのか。超えたの百150円ぴったりぐらいかもしれないね。 うん。まあ、いかがでしょうか、今。ちょっと気になっちゃうね。うん、そう、こう、押落ちるかなと思ったら上がってきますね、やっぱりね。うん。ここ。 と同じですよね。IT バブルでしょリーマンショッ食前の光益でしょこれ何かってことですね。ちょっとわかんないですよね。あの頃、あまあ、2000年問題ってのがあったけどね。僕も三菱電機入ってずっと2000年問題、対,対策のためのプログラム改修、プログラムの修正ずっとやってましたけどね。 きつかったですね。解読してから変更を行うのってね。一から作っちゃった方が早いですからね。もう、きつかったきつかった。もう毎日泣き、泣いてましたよ。辛くて辛くてもうやめちゃった人もいっぱいいるんじゃないかな。プログラマーね。プログラムってのは個性が出ますからね。他人の作ったプログラムなんてわかんないからね。もう本当に。 もう勘弁してくれよって感じですからね。あの頃は本当に田舎だったし、まだ昭和の時代って感じでしたね。1993年、4年とかっていうのは、平成でしたけど、平成8年とかね、平成9年とか、うんその辺でしたね。平成6、5年とかね、平成6年、7年とか。 まだまだ昭和の時代でねえあの会社入ってもね会社入っても学生気分抜け,抜けてないですよね男子寮があるしね先輩たちも学生気分抜けてないしね全然ねうーんまあ楽しかったですけどね だからここと一緒ですね。だから、まあ下手、下手したら、まあ、もう、もうちょっと許してくれるかもしれないね。ひょっとしたら、こうやってお降りてくるかもしれないね。まあ、ダブル、ダブルトップつけたんですけどね。ここは70円台なんですよね。うーん。まあ、77円ぐらいまでいくかな。今回はね。 これが何かってことですよね。ま、だ大震災とセットですよね。あと政権交代とね。だまあだから、こう、ゆっくりしていくわけだからね。これね。ゆっくりゆっくりさ、こう、ゆっくりこう、押していくわけだから。これは、これ77になるのは、2060年とかさ。 まだまだそんな感じですよね。うん。それまでに、まあ民主党政権民、民主党とかね、なんかどっかになっちゃって、それでやっぱり日も行かなくなっちゃって、アメリカの言うこと聞かなくなっちゃったから、またあの大震災を起こしたえって言ってね、どっかで人工地震を起こすとか、まあ、そういうのがあるかもしれないね。 これ行くのかどうかですよ、ね、こうやっ,て行ったとなだとここだね162 16円ですね162円行ったら次ここですね261円 こんな感じですね。267行くのかな行くのかないかねえだろうな行くのかなきついな。いったらきついな。はい。上がってきましたね。やっぱね。どうでしね。真ん中の日だから、やっぱり上だから。やっぱり上ですから。ほら。見えるんでしょう。 ロングで出れば大丈夫ですよね。戻ってくから、ロングで出れば。ショートで出ると戻ってこないですよねあ。あと仮想通貨なんですけど、なんかリップルがね、アマゾンの、まあ、公式の、あの、コインに採用されるって話はね、聞きましたけどね。デジタル通貨として、ね。 本当かな。 427万。変わんないですよね。まあ、変わんないっていうのは素晴らしいよね。やっぱね。落ちて,落ちてないってことだもんね。まあ、どっちかっていうと上がってるのか。うん。 あ、リップル90円ですね。落っこてきたね。当時10円。体の41円か。なんかリップルがアマゾンの決済で使えるようになるって話だったけど。国際決済だったら楽だよね。ああ、アマゾン。アマゾン国際的に買えるからさ、外国のものを買えるでしょう。 国際決済でリップで送っちゃえば楽ですよね。うん。まあ、っていうのが、バイナンスやコインベースの新規症状だって,って、せい まあ、夏枯れ相場ですね。うん、8月も、まあ、お盆で15でしょう。まあ、あと2週間しかないからね。あ、もう一度、休みたいんでしょうね。 これ MT4 ですね。MT4。MT4。MT4 か。MT4 もいいよね。あ、ちょっと下がってきたか。どうするよ、ね、下がっと下がってきました、ね、うん。 これひょっとしたら下がる、下がる圏あるかもね。うーん、なんか頭出たら下げ,下げてるもんね、こうやって。75移動平均に対して頭出たら下げてるもんね。こういうねに。日銀がなんか,かん、一応なんか監視を開始したって言ってたけど。うん。監視を開始したってどういうことかなと思っちゃうけど。 どうかなでもまだ下がる気配はないよなあ。まあ、これ引っかかってるんだよね。200日移動平均線で、200移動に住んでね。10分落ちてね。 ちょっと弱気ではあるけどね。うん。うん。うん、ま。いや、まだまだ大夫ですまだまだ、まだ上だね、これね。 ロングに出れば大丈夫ですね。150円も行くね。151円も絶対行くね。うん、そっからだね、考えるのはね。また、あ、あとね、今日連続ドラマ小説 NHK のね、ランマン見ましたけど、まあ、借金取りが来てね。まあ、だかしないね、あれね。男のくせにね。自分は隠れちゃってさ、奥さんに対応してもらっててさ、 それで、奥さん借金取り追い返すだけじゃなくて、プラスね、200円借りしたのも、同額200円借りて追い返したっていうね。バカだからさ、騙されてさ、プラス200円、<laughs> あの、出させられちゃってさ。あのいや、大した、大した女将ですよ。奥さん、すごいよな。気になっちゃってしょうがないから。 昨日の夜はさ、万太郎の YouTube 見てさ、まあ、あの、どっかの YouTuber がさ、生涯について解説してる YouTube 見て30分ぐらいの。借金ものすごい抱えたんだね、4億とか5億とかね。で、結局日本政府がさ、何回も何回も返して借金しようって言って、どっかのお金持ちがね、借金返済してくれることになってさ、 何度も何度も助かったんですけどその恩をあだでさ返してさあの、まあ、ひ,ひどい仕打ちっていうかまあ人生ずたもんなってるなったとダメ、うん、だ,だ,だな本当なあの心頭の中があんまんになっちゃってさダメなやつだなと思いましたね なかなか人生っていうのは自分一人だと手を広げられないからさ、それだったら弟子をたくさん作って、弟子に任せないといけないけど、それができないわけでしょう。自分一人がいたわけでしょう。そうすると、人生って時間がないから、まあ大所帯じゃできないからね。<laughs> 大きな約束もできないわけですよ。私一人しかいないから。 こんだけしかでききない仕事はこんんだけしかででませんとでもさ何でもできるってさ言っといてさ弟子もねいっぱい来てるのに弟子には教えないで自分でやりたがっちゃうっていうのはさよくあることなんだけど誰も誰も満足しないし誰も幸せにならないからそれやっちゃうと。うん だからね、難しいよね。人生ってのはね、難しいですね。これでも DMM もいいね、これ。スプレッド0.2しかないし。うーん。このツールがいいよね、やっぱりね。チョキーンって一括決済とかできるからね。まあ MT4 も、スピード MT4 があったんだけどね、今。今有料になっちゃったからね。使えてないんですよね。 うんまあこれもこんなだけじゃないから伝えるづらいですけどね、うん、はいそれでは今日こんだけにしようかどうしようか他にお話とかありますかじゃあ今日録画ですけどねこれね録画は自分のペースでできるから楽しくていいですね 誰か来ないかなーって、来ないなあと思って、惨めな思いして寝る寝るよりは全然いいですね。最初から誰も来ないからね。まあ、世の中花火大会もね、もう終わって、夏休みもあと2週間。ね、宿題やってない人がいるならば。 今からでも遅くないからね、やってくださいって感じです。最後の最後までやってね、大泣きしてさ、できないどうしようってね、うちの娘もありましたけどね、一回で、ね。<laughs> まあ、あの、びっくりしましたね、最後の最後まで。大泣きしながらみんなで手分けしてやりましたけどね。大変でしたよ、本当にね。 はい。それではね、まあ、とりあえず一旦ここでね、終わりにさせていただいて、アップロードしようと思いますけども、まあ、これは上だと思いますよ。今、たまたまね、たまたま下がってるけど、上、ログでいいんじゃないですか。これ、どうせ上だ、上行くから、どうせね、うん、下がっても、この辺でもう少しして止まって上ですよね。 それではね終わりにしたいと思います。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。どうもありがとうございました。失礼します。